こんにちは、速稼塾の久保です。この動画はバクタさんに、バクちゃんさんにね、返信動画としてお届けするのと同時に、動画をご覧の皆様すべてにお届けしたいと思います。まあ、いつもの通りじゃないかって言われるかもしれませんけども、特にね、体のエイダについて私はものすごくね、深い、希望といいますかね、夢を持っているんですね。で、その夢を一緒に追いかけている枠田さんであり、その他体のエイダホルダーの方なんですけども、特にね、私の運営している速稼塾では体のエイダを保有している方がものすごく多いです。そして最近はステーキングプールを運営しているリピさんという方もいらっしゃって、本当にね、細かくステーキングプールの運営状態を伝えてくれています。すごい勉強になりますね。で、今回ね、枠田さんがね、体のエイダのエキスポ、ブロックチェーンエキスポ、10月27から29幕張メッセに、なんとね、出展されるというね、いや、すごいですね。私はこれね、全力で応援したいと思います。まだね、7月の下旬ですから、3ヶ月かけて私は、このブロックチェーンエキスポを、あの手この手で応援していきたいと思いますし、当日ね、可能でしたら参加もしたいと思いますが、少なくとも、私は、広告費を払うということでね、速稼塾が、枠田さんの、このブロックチェーンエキスポのブースに協賛してるよってことで、まあね、一定額をぶち込んでいきたいと思いますんで、それはね、受け取っていただければと思います。いや、本当にね、体のってのは私たち人類の、最後の希望だと思いますよ。特に日本にお住まいの方、今日本というのはブロックチェーンのみならず、あらゆる業界から干されようとしてますよ。この世界地図から日本という輝かしい国が消えようとしてます。で、多くの方はこの国に住むしかないわけですよ。ね。極端な話、私は国を出る準備はもうしています。土地も買いましたし、そこに家も建てる予定です。今こういう状況なんで、なかなか現地に行けないですけどね。与沢翼さんですとか、中田敦彦さんみたいに、海外に住んで日本に住むというリスクを減らすという、そういったところを、8年前、麻雀店だった私がね、今想像もつかないところまで来てます。でも多くの方はこの国に住むしかないと思います。ということは、この国をもっと過ごしやすい国にするしかない、ね、その希望の一端が体のエイダにあると思います。そして私もね、同じ気持ちなんですよ。この体のエイダでなんとかなるんだったら、私はこの国に住み続けたいと思います。確かに、自民党対ね、政権には言いたいことあります、今回のオリンピックも。でもね、それを飲み込んだとしても、やっぱり素晴らしい国ですよ。私が生まれ、私がここで出会い、家庭を作り、子供を育てている、そんな素晴らしい日本という国を、できればね、日本のこの美しさをもっともっと後世に残していきたいし、一時期はね、ジャパンイズナンバーワンだった、別にナンバーワンを維持しようと思わないですけども、せめてね、ナンバーテンぐらいにはとどまっていたいと思いますし、誇れる国であってほしいなと思います。自分さえ良ければいいっていうことじゃなくて、自分ができたからみんなにも何かできるんじゃないかなという恩返しの心でね、やらせていただきたいと思います。ぐざぐざといろいろなことを申し上げましたけども、枠田さんのブロックチェーンエキスポに対して私はものすごく期待をしてますし、期待を形にするために寄付はやっぱり筆頭でしたいと思いますね。もちろんね、何百万もするってことはちょっとなかなか難しいですけども、今回しっかりとした金額を打ち出してね、そして速稼塾って貼ってください、はい。それでね、メッセージいただきましたんで、こちらの方もしっかりと読まさせていただきます。パブリックチェーンね、コミュニティの活性化が今後の明暗を分ける、体のエイダはこれから日本でどういう位置づけになるのか本当に決まると思います。コインチェックとかビットフライヤーで体のエイダってものが上場するかどうか、これも大きいインパクトになるんじゃないですか、今回のブロックチェーンエキスポが。そして体の採用が活発されれば、エイダの価格も底堅くなる。エイダの価格が上がって困る人は誰もいませんよね。じゃあエイダの価格を上げるために大量購入するのもなかなかきついですから、多くのユーザーさんに体のエイダを知らせるためにも、このエキスポを成功させましょう、そのためにはね、皆さんの応援が必要だということですよ。はい。盛り上がればチャールズさんも日本に来たくなるかも。これはね、ありますね。チャールズさんを呼べるぐらいの、ブロックチェーンエキスポにしたいですよね。そしてそのために、体のエイダのブースがしょぼかったってなっちゃ絶対いけないです。チャールズさんの顔に泥を塗らないためにも、しっかりとやらせていただきたいと思いますね。で、ブースに行けばいろいろ聞くことができる。ぜひね、ここで交流を持ちましょう。そしてここで交流できたことを、これからの人生の財産にしていきましょう。はい、よろしくお願いします。
ね、だからね、皆さんに言いたいのは、このブロックチェーンエキスポにぜひ幕張メッセで参加してくださいってことですよ。お近くの方、遠方の方、いろいろいると思いますけども、ぜひ参加して、バクちゃんさんのね、ワクタさんのブースを盛り上げていきましょう。私も及ばずながら力にならせていただきます。はい、まだまだ言いたいことあるんですけども、とりあえず今日は第一報ということでこの辺にさせていただきます。ではですね、このシリーズもうほぼ毎日お届けしたいと思いますので、体のエイドはよいしょのね、久保哲郎でございますんで、この隠居の世界から、広島から、皆さんの心に体のエイド頑張れ、体のエイド飛び上がれね、まあそんな形でございますね。未来に羽ばたけ体のエイドという形で、ワクタさんの今回のブロックチェーンエキスポを応援するということで、今日からスタートさせていただきます。幕張メッセ頑張ってください。では寄付の金額250万、楽々クリアでお願いします。では。